はい、えー、新海誠監督、すずめの戸締まりのネタバレをしたいと思います、えー。今回はタイトルが非常に気を使いましたが、まあまあね、えー、河村元気さん的なね、えー、タイトルがつけられたんじゃないのかなと思いますね。まあ、タイトルでネタバレを防ぐのと、それから、えー、直接的な表現を使わないっていうね、えー、かなり難しくて、まあ、いろいろ、えーえー 英語でなんて言うのかなとか調べてたら、えー、このドリカムの、えー、曲のね、タイトルが出てきたんで、えー、まあ、この曲を全然知らないんですがね、聞いたことがないんですが、タイトルぐらいは私も知っているというね。で、この曲絶対ね、え、芹沢くんが、えー、車でかけようとね、思ったと思うんですよね。車で、まあセリザー君、芹沢くん、 まあ、イコール河村元気さんですが、えー、河村元気さんがこの曲も候補に出たと思うんですが、多分落とされたんじゃないのかなってね。えー、それからドリッカム側からオッケーが出ないとか、まあいろいろあったと思うんですが、多分候補の中にも入ってたんじゃないのかなってね、思うんですよね。まあそれはちょっとこれ入れちゃうと分かっちゃうっていうのもあって、それで外したのかもしれないんですが、えー、っと、このタイトルを見てこられた方の想像通りなんですよね。 で、えーまあ、その振り分けもあってタイトルを、えー、嬉れし恥ずかしにしたんですが、えー、ちょっとお子様はこのこれから先は聞かないでいただけたらなと思いますね、えー、大人な内容です、えー、そしてこれは「魔女の宅急便魔女の宅急便」魔女の宅急便とね、えー、制作サイドがうるさいんですが、えー、ここだったのかっていうねことなんですよね、えー まず天気の子で、えー、あの、主人公の二人、だと弟ちゃんがですね、池袋のホテルに潜入するんですが、そこで、えー、ひなちゃんが、えー、消えちゃうんですよね。で、そこで天気の子は終わってるわけなんですよ。それで、えー、今回のスズメの戸締まり。 はどうなったのかその先があったのかっていうね、気になるところだと思うんですが、まあ、その前に魔女の宅急便はどういう話だったかっていうと、えー、少女が街、えー、に行って、都会に行ってですね、いろいろ経験して、えー、最後、時、え、事、ー、ですよね、猫と、えー、口が聞けなくなるみたいな話になったと思うんですよね。まあ、魔女の宅急便のネタバレをしています。で まあ、そのきっかけはいろいろ言われているんですが、えーまあ、熱が出たりと体調が悪くなったりするっていうところからですね、えー、日本でいうところのお赤飯状態お赤飯の日が来たんじゃないのかっていうことが有力視されているんですよねつ,、えー、つまり、まあえー、少女が、えー、一つ大人になったっていうのを象徴してるんじゃないのかって言われてましてで今回、えー このスズメの戸締まりのスズメちゃんが、えー、その危機の成長した姿であるとすると、今度は、えー、その次の段階に行くんじゃないのか。そしてそれは天気の子からも期待されているわけなんですよね。で、それで、えー、今回、えー、東京の上空で何が起きたのかっていうと、東京の上空で、えー 中田さん、えー、イケメンですね。ソ、え、け、ー、タさんですよね。聡タさんを、えー、要石にして、えー、ミミズにぶっ刺すっていうの。今、今思ったんですけど、このミミズもちょっとやばいですね。実はそ,そうだったのかって考えると、えー、非常に比喩的な表現を使ってるな。ミ,ミズの形ですよね。そして、そのミミズに、 えー、金色の紐が、えー、地球、地球っていうか地表から、えー、支えるような形に伸びていくわけですよね。これはちょっと今思えば、今か、今お持ちなんですけど、話しながら今思ったんですが、かなりアレな表現ですね。えー、これはまあシン・ウルトラマンのラスト、またシン・ウルトラマンのネタバレもしてしまいますけれども、 シン・ウルトラマンのラストのそのゼットンにぶつかっていくところって、ま,あ、まんま、えぇ、ー、あれですね、えぇ、ー、生が卵子にぶつかる女性を意識してる。その、えー、核爆発を意識してるわけですよね、体の中の。まあ、それと全く同じのが今ね、このミミズがその役割だったんだなって今思う今ね、ちょっと浮かびました。 でまあ、そのミミズにですねえす、ー、ずちゃんがソータさんのソータさんをですねぶっ刺すっていうそういう状況なんですよねソータさんのソータさんをスズメちゃんのスズメちゃんにぶっ刺すという表現を、えー、うまくこうオブラートに隠して使ってるわけなんですよね。その後ち、えー、ちゃん気を失って、えー、落ちて落 で、えー、目を覚ますと、えー、服がボロボロになっているということなんですよね。えー、まあ、これもまた、えー、表現になっていてメタファーになっていて、それでまあ最初端から飛び降り飛び上がるときですね、えー、靴が脱げるんですよね。でまた、えー、地下でも靴をもう一回脱ぐ。 もう,一もう片方のね靴も脱ぐんですよね。えー、最初のそのひじり橋から、えー、飛び上がる時に片方靴が脱げるのは、えー、多分冥界というか常世に行くっていうね、えー、それの、えー、メタファーで半分死ぬっていうことだと思うんですが2回目、えー、靴をもう一回脱ぐ、えー、片方の靴を脱ぐっていうのは まあこれは靴を脱ぐというよりは服を脱ぐっていうねそういうメタファーになってるだろうなと、まあ、これが新海誠とそれからこのメジャーな映画での表現のギリギリなんじゃないかな逆にまあ天気の子より中身は攻めてるけど表現手法は攻めてないっていう形になっていてここは相当考えたんじゃないのかなって思うんですよね。それで ボボロボロの服で、えー、地だからこうまあこれはだからホテルから出てくるっていうのと全く同じですよね。そして、えー、その朝の出勤に紛れて逆,逆方向の電車に乗って、えーまあ、朝帰りをするっていうねそしてひそひそ言われると「あの子昨日と同じ服を着てるよね」って。 いう、えー、それを、えー、服が破けてるよね、っていう風に置き換えてるというね。いや、多分なんか映画史上、そのアニメ史上、えー、最高の朝帰りシーンなんじゃないのかなってね <laughs>、思いますね。これはすごいな。多分ここに命をかけちゃったんじゃないのかなってね <laughs>、思いますね。 でえー、その後ですね、えー、靴履いてないから、足の裏から、えー、血が滲んじゃってるっていう表現もあるし、えー、その後はもう、えーまあ、少女から大人の女性になったわけで、えー、男の人のね、えー、部屋に勝手に入って、シャワー浴びちゃって、そして、えー、服を着替えて、 男の人の靴を借りて出ていくっていうところまでもう一気に成長しちゃうわけなんですよね。そしてもう、まあ何も怖いものがないっていうことで、まあ指導装束というまあ制服ですよね。えー、制服という指導装束に身を包んで出ていくというね。えー、あれですよね。あのー、戦争中とかですよ。えー あの戦地に赴く時になんかええー、それをね、えー、捨てるみたいなそういう表現にもなっててそれをこう綺麗に書くと新海誠監督いわくの、えー、綺麗綺麗が全てと綺麗なら何でも許されるというねその信念のもとこんなに綺麗に書けるんだっていうちょっと誰も多分これは分かんねえだろうなっていうね えー、そういうね、えー、名シーンなんじゃないかなとね <laughs>、これ多分歴史に残る名シーンになるんじゃないかなってね、えー、私は思いました。で、えー、まあちょっとタイトルをちょっと気使った、私なりに気を使ったんですが、わかる人は分かってきてくれたと思いますし、えー、この動画のね、タイトル名をいつも英語でつけなきゃ いいいけなないいうか多分日本語ででも大丈夫なんですが、まあ、一応、監修、古い人としては、まあ、ファイル名は、ね、英語で付け,けた方がいいかなと思って、まあ、検索するんですね,よね、朝帰りをね。そうすると、モーニングリターンとか Google ググ先生嫌がって、うん、そう、それはないだろうなって言って、まあ、動詞なんでね、えー、普通にこう朝帰りはモーニングリターンとかモーニングホームみたいな感じなんですが、えー、そうじゃないっていうふうな、えー 検索をちょっと深めたら、えー、朝帰りのことを、まあ、ちょっと言い換えると何て言う,う,うかっていうと、英語で何て言うかっていうと、walk of fame っていう、シェイムね、walk of shame っていうんです恥ずかしい歩き方みたいな話で、あ向こうも同じなんだなと。えー、朝帰りで昨日と同じ服、同じメイク、まあ、同じメイクかどうかね、それはな、多分ドリカムの極論なんかですよね。同じ服を着てるのに、えー 他誰かに気づかれないかしらみたいなのを、えー、そのウォークオブシェイムっていう風に、そういう英語があるらしいんですよね。まさに今回のそのドリカムの、えー、嬉しい恥ずかしい朝帰り、そして、えーつ、つばめちゃんじゃなくてすずめちゃんがね、えー、電車の中でひそひそ言われていたそのものなんで、多分これは、 まあよく私の言ってることは妄想だとかね、言われ、間違ってるって、いろんな人に言われて共感を全く得ないまあそれは私の、えーえー、性人格によるところが大きいんですが、まあこれはここまで積み重なると、えー、間違ってないんじゃないのかなと思うんですね。で、そういうのを聞きたくない人には、本当に、えー、すいませんって感じです。